94,800 平方メートル。東京ドームに換算すると約2個分になります。与野車庫の敷地は東西に長く、車庫内の移動距離は最長で約 1.5km にもなり、このため出入庫時の乗務員の移動は専用の自動車で送迎いたします。ここで折り返し転車庫線へと向かいます。ただいま走行しておりますのは県2番線です。係員内では通称ピットと呼んでおります。ここピットでは日常の車両点検作業やブレーキシューの交換等の補修作業が行われております。ピット内は床下点検等を行うため、館内は大きく掘り下げられ、点検スペースとなっております。なお、全般検査等の大規模な検査や修理は寝屋川車庫で行われます。ピット内は作業員の安全を期すため、速度を10キロ以下に落として運転しております。
こちらのでも取っとこう。再び6番線へと到着いたしました。これから再び向きを変え、ピット経由で O5 番線、さらに向きを変え、ただいま走行中の淀車庫北側と京阪本線を隔てた南側の車庫を結ぶ連絡線を通り、本線をくぐって南側の車庫へと進行いたします。
ただいま走行中の線路は30番線です。この線路は普段は列車の止め置き線として使用しております。淀車庫では最も本線に近い線路です。いつも皆様がご利用される本線のこの付近では、列車は通常時速80キロ程度の高速で通過いたしますが、皆様を乗せたこの車両は時速15キロでゆっくりと進行しております。スピードが変わると見慣れた風景もまた違った感じでお楽しみいただけるのではないでしょうか。今停車いたしましたのは大5番線です。これから再度進行方向を変え、本線の下をくぐる車庫内連絡線、通称山川連絡線を通り、淀車庫の南側へと進みます。なぜこの線路を山川連絡線と呼ぶのかをご説明いたします。当社の車内用語では、京阪本線を基準として、淀川を流れる側を川川、反対の生駒山系や東山山地の側を山川と呼んでいます。このため、
車庫線の山側と川側を結ぶこの線路も山川連絡線と呼んでおります。ただいま車両は山川連絡線を通り、車庫の川側から山側へと進んでまいります。この山川連絡線は1996年淀車庫の南側への拡張と京阪本線の高架化工事の後、翌1997年に使用を開始いたしました。車庫内での入れ替え作業を円滑に行うため複線構造となっております。本線をくぐる構造のため通常乗車されています列車からは見ることができない線路となっております。この機会にぜひご覧ください。ただいま停車しております線路は53番線です。山側に見えます白い建物は淀総社です。ここでは担当の助役が車庫内の入れ替え車両や出庫・入庫列車に対する信号及びポイントの制御を行っております。始発・最終の時間帯及び朝夕ラッシュ前後は多くの出庫入庫列車があり、中間時は次の出庫に備えて車両を移動させるための入れ替え作業を随時行っております。皆様がご乗車されているこの車両に対しても担当助役が運行監視板で車両の動向を確認しながら入れ替え信号機及びポイントの制御を行っております。